ナヒエナエナは、ハワイ王国が設立されてから、支配階級の一部が、キリスト教に改修するまでの期間の広いプリンセス。ハワイ語で、ナヒエナエナという名前は、猛烈な、激しい火を意味する。ナヒエナエナは、彼女の兄である、カメハメハ三世に恋しており、主張たちは、結婚を強く推奨したが、宣教師たちはそれは、禁親相関であり、宗教的罪であると主張し、 結婚に反対した。王族の兄弟姉妹婚は古代ハワイにおいて血統を純粋に保つ方法であると考えられていた。ナヒエナエナの母方の祖父母も判決兄弟姉妹だった。当時の宣教師文化においては、ナヒエナエナを含む多くの人々はハワイの土着宗教とキリスト教の信仰の両方を実践していた。彼女はフラなどの伝統的文化を実践したが、 宣教師と同じようにラムシも飲んだ。しかし、彼女は多くのキリスト教の観光に対して反抗と嫌悪を示した。彼女は教会に奉仕することを止め、宣教師の教えを公然と拒否した。ナヒエナエナは実刑のカメハメハ三世と数年間進出を共にしていた。彼女は兄との間に息子を出産し、カメハメハ三世は息子が後継者になると宣言した。 しかし、息子は数時間後に死亡し、悲観に暮れたな、ヒえないなは、その3ヶ月後に死去した。ありがとうございます。